まず差が出たのはスカイオアフェイドというところ。今日はムトちゃんと変えてるね。ゴーストプラグラ勝ってるね。スプリットはあれなのかな、アウトローじゃないのかな。3人がぶつかり合いが発生しそうなのは仮面。さあガイディングライト、おっとかなり削られましたね。ランプの赤目の残り HP10、 スカイもいないんでこれはヒールもできないですよ。こういう時スカイいいからな。確かにな。掌握したのがスカーズとなります。うわ、いいとこ仕掛けた。いい車線だ。ムトを倒してブライアン、やめとけ。ないんでどうしてもきついね、これ。A のコントロール取られた。投票もう終わってます。これはスロープは渡しましたね。お、A 捨てて。ミッドからの挟み込みを嫌っているリジェクトは手前で今。これは読み勝ってはいるけど。ただこれ勝ち合いそうですね。ハルスが何キル持っていける？ポジションは確実に。2以降。あ、詰めるな。バカ。よし、しっかりと対処。ただこれ面白いのが。バーローかけてる。お、泣いてない。B にすでに寄り切ってます。ワンチャンある。ワンチャンある。3人しかいないリジェクトは A を捨てて B に寄り切ってるが。ライディングライト。この大胆な人数配置読み切れるか。うまいな、スカーズ。オンリーワン対処した。赤目、うわぁ、挟み込みに来たルーボー。赤目に怒られるで。何かしら簡単なアクションをせざるを得ない状況っていうのを作り出しているんですよ。そこに対してのスカーズのこういった手前警戒っていうところが刺さりましたね。やりますね。でもゆえさんおっしゃったそのスカーズの傾向、はい、全体的なそのマクロの動かし方として一旦やりますね。今見て大幅なローテートするっていうところはある程度読んでるんですかね、うん、これそうですね。ピックマップだよね、スカーズとね。読みというよりもかなり決め切ったビーですね。はい、おさあ今回早い仕掛けを行ったのは B メインに対して、ただオーブコントロールをしてエントリーまでは至りません。ここでまあ注目はこの中央と A メインの詰め待ちですね。さあ再びミッドに対してドライピークで進行を図っているスカーズ。こうなると今現在 B メインがスカーズの支柱にあるじゃないですか。間違い。おーと、赤目ガーディアンなんだけど。蹴つかまれた。オンリーワンが倒されました。スカーズとすごいね。以前のアイスボックスのようなセカンドでこういった赤目のこういうプレイスタイル大好き。俺がキャリーするよって。いやーしかもこの思い切った B 側のスタック。いやー配置はいい感じだけど武器差がね。あるから。そうですよね。現在サイトの中では 3V4 と意識的にリジェクトの方が人数優先ですが、ナイスワン、ナイスワン、ナイスワン、いいグレだ。天井完璧。ナイスモーク。スパイクもドロップ。赤目が来るからかなり厳しいぞ。熱い。さあ武器を拾い直した。ルーボ、おっとルーボと残り時間10秒もう間に合わない。ブライアンに対してそのパラノイアは効きませんと。赤目が間に合ってドカーン。赤目のワンピックからリジェクト。ナイススリフティー。見事勝利。ナイス。いいね、ミッドのワンピック効いたね。マジで。どうしてもこう。いやしかも強力な武器も回収されてしまっていますからね。そうですね。もう3ラウンド目にして。それは許せないんじゃない？それは。に出ています。おっとこれエミナイスブンボット。ってますね。これアレン。ナイスグレ。作的に反応してないんですよ。いいグレだ。なるほど。かなりいいポジショニングですね、あれ。ただ動けるかどうか。ちょっと読みの範疇にはなってしまいますね。見られました。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ラークを許すな、ラークを許すな。警戒度合いが少し上がったものの中央にはなんかスプリットマジ、ね、強いよし。スプリットのこのカーテン使ったラーク、しかし後続を赤目進行許さないか。強いけど強い。回収したぞ。ヨシも強い。ツーオンツー、まずい。ライダーマーでのフルヘルス、ツーブイツーとなります。これどうでしょうね。いやここでヘルシーのはリジェクト側なんですよね。B メインは今ギャンピンが手前で守れているので、あこれ B ヘブンかロープ進行かどっかわからないので、もう中央主体で進行しているっていうので動いてはいるんですけれど、このエースロープ周りはちょっと予想できないかもしれないですね。ウッド裏取られるか、ウッドのポジション、いや後ろ見たちゃんと時間である程度今警戒している。北斎変わった。いやーただ見切れない。視線を切った。あショートくれた、あショートくれた。オッケー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 。いやこれ逆に熱いぞこれ。設置ですからね。注目はアビリティの部分、かなり余らせてますからね、ムト。いいね、ムトいいね。あ、発射を聞いて前に行ったんですが、よし、ムトの裏取りをうまくいなした。うわ、やるー。もうどうしようもありません。ショーストッパー。やるー。偉いですね、設置も回してショーストッパー上げましたよ。
エコやんか、エコやんか。唯一と言っていい勝ち筋だったかもしれませんね。そうですね。エイムのキレやば。ただこのまあ、武藤も今トレイルブレイザー聞いていく判断だったんだけど、打ち合い強いな、よし。やっぱ。トレイルブレイザーで。面白いですね。今回はギャンピンアウトロー。キープしたバンガロー赤目に渡しましたね。まあ、赤目に。そしてギャンピンが見るのは B メインと。いや、このミット。さあ、これまでとは異なり、スロープに対して激しい取り合いは両チームともありません。逆にミッドが主戦場来てないんであればとかなり中央の警戒度は上がりますが、どうしてもリソース避けないですね。さあ、すでにベントに対して抜けることは成功したスカーズ。これでスロープ側に対してもプレッシャーかかりますが、ただ今スロープに対してプラウラー流したので、ちょっと A 側というよりも B 側狙ってるんじゃないかというふうになってますね。狙いはメルボ。さあ、メルボックス、シーカーと合わせて一気に突っ込んでいく。いや、ただ B ヘブン取られてるんで、ちょっと AB どちらとも言い難い状況ですね。アウトローいる。まだミッドで、いや、かなりもうマップ見てもらえば当たると思う。ミッドらしい感じ。スカーズはミッドをコントロールしたこのアドバンテージをまだ分からん、どっちか。残り時間20秒ですからね、また時間少ないですよ。いい毒だ、ドンピシャ。しかし天蔵ダメージを被弾しながらもハルスを抜いた。しかしギャンピン、アウトロ刺さるよ、これアウトロ刺さるよ、アウトロ刺さるよ。さあ、時間がない。これはもう突っ込んで設置止めるだけですよ。うまい、ギャンピン突っ込んできた。うわ、設置は通った、よくカバーしたな。しかし残っているのはルモとアレ2人。ヘブンからイエス、よし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 、オッケーオッケーオッケー。並んだ、ちょっとラウンド練習しようよ、ラウンド練習しようぜ。ここここ残り時間少、頼りになるな赤目。いや、リジェクト素晴らしいアビリティ返しでした。はい、またこの残り時間少ない時に一気に距離詰めたことによって、どうしてもこうダークカバーの中で設置をカバーしなければいけないんで、スプリット攻め側がミッド取ると本当 A か B か最後の最後までわからんよな。リジェクトのエリアみたいになってます。はい、 B メインコントロールしに来る。え、そっと、これは詰めてきたブライアン、早々に B メインをコントロールしてきた。押せ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 、ショーストップを構える。パラノイアを被弾して一旦引きます。あ、ただこれで今これちょっと相当だるいな。 B メインに対しては完璧にコントロール、さらには A メインもプッシュしてる。ナイス、 A メインはアレンが取られた。ナイス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 、 B メインプッシュで相手がもうオーメンとスカイがいるのが見えていたんですよ。ということはもう本体は中央展開だろうということで、 A メインとしてもいても一人というのがかなり情報として大きかったですね。さあ、この状況からスカーズ B メイン4人がかりでの進行を図りますが、立ちはだかるのは2人。いや、ここはもう最低ライン無理する必要ないですからね。さあ、ブライアンとギャンピン、エントリーを成功。よしが強い、ナイスカバー、ナイスギャンピン。お前強すぎだろ。 B メインからの進行はままならないままラウンドが終了です。タイムアウト明けの貴重なラウンド。ギャンピンさあ進化してるよ、リグジストだっけ。状況にはあるので、いた時より絶対強くなってるもんね。無理せずにサイトに引き切った時点で相手の B ラッシュを止めるのは、こういうのいいよな。まあ、明らかに強くなってるもんな、ギャンピン。アイスボックスでブリーチやってた時なんかと比べになんないよ。あ、 B メインコントロールだ。さあ、一気に B メインはスカーズ前に詰めてきました。まずはオーブを獲得。もう絶対にこの中央ちょうど人数多かったよね。ワイパースピットは超えれんよな。この後の注目は A メインですかね。武藤がもう完璧に A 孤立してしまってる状態なので、この B のアクションによって、はい、この A メインを取り返しに行かれた時にしっかりと情報を取れて引き切ることができるかが注目です。え、入らないよ、ね、さあ、ローテを測ります。スカーズ、いや、やらしいですね。この B メインで入り口のスモーク、DRX とかもやったんですけど、これやられると2車線相手に入り口が出てしまうので、B マインズどうしても増やさなきゃいけないんですよ。うわー、武藤、武藤ショルダーピークだから多分やられはしないんじゃないかな。さあ、武藤、ドンピシャだ。いいタイミングだろ、本当。ナイスシーズ。
ナイスシーズン。2以上いることが分かりました。少なくともホーンと流した。そして取れるブレイザーの、いやでもこれ音も聞いています。ちょっとスカイしか見えてないんで、入った人数寄せ切るのまではいかなかったですね。頑張れ武藤。さあ A に対してのエントリー許した。いや見えてます。ディフェンダーサイドから早めのピック。うわー惜しい。初戦逃げても無駄。さあシーカー、このシーカーによってディフェンダーサイドに対してシーカー3つ流れ込んできました。こうなると立ち回りやすくなるのはアレンですね。いやいい視線誘導を行ってブライアン突っ込んできた。いい誘導、それ強いブライアン。サイドラが壊滅。残されたのはアレンです。おい、ナイショ。2人倒したもののキャンピン、しっかりとトレード。もう上田さんの言う通り、完璧にフローザシャドウズの視線誘導によってサイト中が壊滅しましたね。そうですね、今2人以上フローザシャドウズ確認してしまっていたので。いや、いいね、なんかピークする時のこのなんか誘導の感じ、いいね。かなり早めにパラメを切ったなと思ったんですけど、最高じゃん。エルボーだけ取って、さっき赤目負けちゃったけど、エースロープでピークする瞬間に武藤がサイト中からスクリーン越しに銃声鳴らしてたし、情報も分かってますからね。アーマーは買わん。わーおー、赤目一人だよ。この時もこういうシリフのキル見たら、赤目このワンピック、一気に B メイン側は今スカーサーコントロールできていません。まあ、メルボが最終ライン。 A メインに関してはヨシーが前目で情報を取ってるんで、そこではあのスモーク空爆か、まあ、アドバンテージとも言えますかね。赤目が B 狙いはリジェクト側もスカーズのハンドガンラウンドと、まあ、揺さぶられないようにミッド詰めで B 側行くよねー。そうだよねー、ね、スカーズさん B 側に行くしかない。そりゃそうだよね。赤目に対してこれ、これ赤目が気づくから、まあ、A はいける。そうですね、裏から迫ってますよ。これ B サイトのスロー入りもあるんで、一気に切ることはできないです。バック見られた。オッケーオッケー。これむしろ時間稼げ、時間稼げ。もう一人、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 もう一人。はいはいはい、最高だお前。赤目がすべて赤目が引きつけています。うわお、強すぎる。これができるなら何だっていいじゃん。赤ほんまに強いやん。赤目が B サイト完全に取り切って、そのままディフェンダーサイト突っ走っています。やりたい放題。強いやん。はい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 。ブライアンめっちゃ笑ってる。赤目赤目赤目お前強すぎる。赤目ですかね。あーちょっとワイプ消えるわこれ。さすがにさすがに消えるわ。で後ろ振り向いたら3人いた。感情の高ぶりとともにワイプ消えるからごめんな。ここですよね。はい、ま、ちょっとね、スカーズ側としても B に何人入ってるかっていうのが分からなかったので、赤目だけを警戒するわけにはいかなかったんですよ。そういったところで、はい、まあカバーが取れなかった。最後や赤目驚異的なキルです。バンダルキャンピンのアウトロー、向かう先はミッド。まあ、距離感とか勝負のあれ的にアウトローじゃないんだろう。赤目が体一つで取りに行く。まあ、先ほどからちょっとお前、ジャンプピークを抜いてきた。そして赤目、うわ強すぎる赤目。またしても赤目が B サイト一人で取り切った。やばい、起きてはならないことが起きている。さあこれで B 中当然なだれこいます。ちょっと言葉出ないですね。サポートアビリティは全くなかったんです。ノリノリだ。自分のタイミングで生かしたら赤目は外さないよ。に対して危ない、ブライアン。おお、よく粘った。待ち構えていた。よく粘った。いいよ、ブライアンは。よく粘った。一人もぎ取ったか。仕事した仕事した。これスポーンからだと難しいですね。天蔵、いや果敢に挑む。フラウラを起こしたからワンビーツー取り切れるか。さあバックの武藤確認したが、天蔵怖いね。ワンブイワンキャンピンがただアウトローです。上がっていないことが分かった。アウトロー、ヘッドショット。さすがに拾いますか。そうですね、さすがに。ナイス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 サードナイスナードナイス。いいね。バンダル拾わないみたいな。いいね。ちょっと赤目 が, そこが、ね、やばいなこれマジで。いや、なんといっても赤目ですよ。これゆえさん
毎回これやられたらたまったもんじゃないですよこれ。ちょっとこれやられるとビギナーのドライ進行なんとかしないとね、何かしらの対策を取らなきゃいけないんですよ。でもこれケアしようって思ったらやっぱりスモークとか炊かないといけなくなるから、そうなるとね、勝負したらダメだとかピークしたらダメだってなるともうこっちペースよね。あ、でもまあ僕は入ると思う。変えない。スロープからオペ置いてるぞ。ただポイズンクラウドで見えない。ちょっと今一瞬見えましたね。早い攻め。さあナイトフォールを使って一気になだれ込んで左イジェクト。いやでも AB 振り回しますね。いいね、入れてるね。さあ鬼は中心は見えてる。まあ危ないのも分かっ、もちろん分かってる。危ないのポイズンクラウドが上がる。いやこれ何が厄介ってナイトフォール以外ほぼエントリーのアビリティ使ってないんです。いやいいね、耐えるアビリティ。いいね、選択に残してます、はい、そのプラウラー打たないの。プラウラーも残っている。プラウラーも入って裏警戒と。いや見されてるでかいな。きついですね。あ、メインやめた、取り返し。サブライアン、そしたらもう策立そうつないからオフアングルが刺さるよ。対して打ち込むが、まあ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 、アイス一本。さあ天蔵すり抜けた、すり抜けてるぞ。天蔵天才スプラッシュクス。ハルス下がり込んでいったが、ムト後ろからハルスがいるんだ。時間ない、ハルスは立ち回るぞ。時間ない、時間ない、解除ができない。オッケー、さすがーい。クラッチ10本目、クラッチを決めたのはリジェクト側。よしよしよし。さあここでスカーズは勢いに乗ってきたか。ラッシュやめないんだけど。A面に対しての早い仕掛け、待ち構えているのはヨッシー。そして天蔵、しかしポジション変わっています。バッキーこれヨッシー3番のブライアンがこれすり抜けてますね。すり抜けているがスパイクが落ちてしまっている。そしてミッドから遅れてやってきている赤目。おそらくここ入ってると思うんですが、そこにウルト打ったら死ぬんじゃね。あれ抜いちゃうかった。しかしよし4人ででんででん、まずいラッシュが刺さらん。今もリジェクトとしても A ラッシュに対してスカーズがヘブンに野菜ラッシュが刺さらんぞ。アビリティを増やしてで打ち合ってくるところをタイミングをずらしてそこから勝負しようっていうのは刺さってはいたんですよね。ただサイト内のスカーズヨシーを倒すことができなかった。守護神でしたねこれ、はい、ヨシーがいればねもう味方の動きというのも平面から飛び出しやすさもありましたし、炎蔵が落とされてもアレンのカバーついてましたからね。コンタクトですかね。そうですね、コンタクトラッシュですねこれ。オペなんですよね。オペレーター怖いですよ。外したー、でけーでけ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 。こうなるとさ、でけっす。アビリティで一気に取りに行きますね。いやしかしアンダーのルモーがワンピック成功。そして引き切る。引いたんですけど。バイパスピットを切って人数差はスカーズの方が優勢ですが、4V5。いやーこれ重要な立ち位置はギャンピンですかね。バイパスピットとはいえこれサイト B メイン前まで取られてしまうと囲い込まれてしまうんで。今使えるのがバックとそしてこのバイパスピットの中だけとなってます。さあスカーズ。ここでシーカーを切りたい、ね、ライトフォールを返してシーカーに対してはうまく足止めを切るが、いいよ、ムトいい、いい位置、いい位置、ムトいい位置。さあナイトフォールによって音は聞こえないスカーズ。ここでルーモー潜り込んでいったぞ。ハルス死ぬなよ、ハルス死ぬなよ。いやいいとこ飛んでるけど大丈夫。赤目赤目赤目、オッケー、ナイトした、オッケー、オペルーモーベイトにした形で突っ込んだんですけどね。さすがにオリオハブした。さあ銃口見えた。しかし、弾は切れたが、時間は間に合わない。危ねえ、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 赤目がよく反応しました。ちょっとキルシーンカメラで追えてなかったんですけれども、シュラウドステップで飛んだルモにエイムを合わせた後にルモに向かって撃ってる敵に対してバイパスピット内から突っ込んでいこうとしていたんですよ。それで B バックに対して押し込むっていう形を取ったんですよね、はい、ただそこは赤目一人で解決していきましたね。危なかったねこれ。あーおビメオペ、このラウンドもクレジット住宅ミッド取り。お、いいよこれ、今回ミッド取りいいんじゃない。これ人数配置的にはかなりかなりいい感じ。前目のオペレーターですからね。さあミッドに対して今回もやはり強く当たってくるリジェクト。いやこの両メインのコントロール軸ですね。絶対取れ。毒を消すここよ。あ、 B にオペレーター入れるのがバレたんでちょっと B メイン行きづらくなりましたね。ここいやこれオペレーター陣取ってるぞ。ショップからの出口やめて。このオペレーターは見えている。よく飛び出したなそれ。行きます。
逆に打ち勝ってきた。さあ入ってきたぞ。この入ってきたプレイに対してお前あとペイントだ。先に最高のグレネードシーズンブレイクだよ。これもう今までの傾向から B 止めるんだったら最遠く一人でヘブン絶対出てくるよねっていう。はい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 、最初から置いてたんですよ。ポジショニングバレてますね。 OT ですね、さすがに OT ですね。さあこれで 2v5。 あ、赤目強。しかしよしヘブンから前に行くことが難しい。おお、僕の中に隠れたんですが、おお、赤目は見逃さない。いいね、落ち着いてるね。壁越しにダメージ入ってたんですけど、一体肩見えてる、腕見えてたんですかね。なるほど。第一試合1マップ目からオーバータイム提案か。いや攻めオペどうなんだ、ガレージに対してのシュラードステップ。初動のエリア取りには変わらないんですけど、注目はこのメイン3名ですかね。さあ、ほんと壊して。怖いね。D1 の置いてる射線をサポートしてるのは2人。これ今まで銃声多かったしな。結構 A 面の取り返し見てたんで、そこ警戒してますね。うーま！高場を敷いて読み切っとるわ。お前一人でコントロールしてるやろうと。A は進行できないですよ、スパイク B 面外なんで。ただ、天井はラークムーブですね。本命。えらい、 B からすぐそこのショルダーピークに切り替えるの。えらい。さあ武藤死にしたか。武藤武藤に切る。武藤が耐えきれないが、あつお、しかしよりはよりはもらった。えらどうしても目がないんで、ね、そこピークしないの。えらカバーラインというのでかなり持ってかれてしまいましたが、えらでも打ち勝っていくというのは驚異的なスカウトですね。赤目に対してじりじりと忍ぶっていく。しかし逆に木を耐えて赤目をサポート。素晴らしいキャンピンのスモークですね。さあ残ったのは天蔵。ワンベースリー木越しで打ち込まれますが、いける範囲まではドライピーク。天蔵さあ赤目足、いやー引いていく。うぜえこのジェット。いいうざさ、いいうざさ。相手を釣り出したいが、うわお、赤目見逃さない。まあそこやられてた人ももう左クリで接止めるだけですからね。赤目が忍び寄るが気になりますね、このオペレーター対決どっちが制するんだ。さすがにな、この車線は。さあただオペレーターを潰しにかかった。さあオニワン一旦引きます。そして焦点でブライアンに対しても打ち勝っていった。耐えてる。さあオンリーワン、なんすかそれ。 B バックへの進行も確認できてるんですが、ハルスが抜いてる。これで設置までこぎつけたが、ディフェンダーサイド抜け許さないよし。ハルスとしてもちょっと無理をせざるを得ない状況ではあったんですが、抑えてますね。さあこれで 2v4 入られちゃった。テープを飛び出した抑えた。ムート、しかしそしてヨシもこれは仕方ないね。いやでもオンリーワンドライにはよく、そうですね、これブライアンまで持ってったのがだいぶ戦局を分けたなという、はい、いやただこのオペレーターに読み切れるか。いやまあケアするでしょさすがに。オンリーワンは先ほどオペレーターでのワンキル、そしてショーティーでのワンキルを重き取っているが、あのさバロー、ウラウラが間に合う前にワンキルをもぎ取った。そしてアレも挟み込んできた。さあムトがなんとかアレを抑えるが、しかし人数差はスカーズが優勢。しっかりとギャンピンがヘブン下までポジション取り切れましたね。そして大裏からやってきたガレージ2の形を取ります。裏2刺さるぞこれ。でも赤目がね、そこエイム勝負なら赤目ですよ。そこはちょっと警戒するには2人来てもよ。ガレージまでたどり着きました。赤目次第と言えるでしょう。赤目がこの2人を持っていけるかどうか。いけるよ。かなり苦しい打ち合い。ナイスキャピン。さあまずはディフェンダーサイドを潰した。赤目ヨシが赤目に対してまたトレード。スポンが木でうまく詰めつだ。うまい。サイドの中この二人残ってんのいい。熱い。ディフェンダーサイド走り抜けていったが、これオープンスチェン。さあどうする。キャピン回ってきたんですが、ルーボーマジか。見せた男。残り HP は1。マジかディフェンダーの勝利。さあまずはスプリット。激戦ではありましたが、スカーズヘッドゲームオーバータイムレジェンドを選べ。あれ
あれ？おお。来た。あるられれれれれれれ。さあネオンブリーチ。ここだったんだ。わーっこれちゃんと宣言してましたからね。そうですね。まあ今日はあのネオンバイパーが出るよっていうので。いやー驚かされますね。何でも使うね。の構成っていうのはまあ見てない方もいらっしゃると思うんですけど、デッドロックはキルズバイパーにデッドロックのアイスボックスの構成でしたけども、はい、今回ブリーチ入り、実はアイスボックスってブリーチのフォルトライン、まあブリーチねアイスボックス強いからな。そうですし、あとはBロングとかもそうですね。赤目もそこに合わせて武藤お前800円、おしなるせ武藤お前800円でお前クラシックお前お金ないお前どこ行ったお前お金。さあ B 面をキープする形を取っているのがアレン、そして天井お金ないやんか、お前フォルトラインとクラシックしか持ってんやないの。壁越し、うわー抜いた。 What？ おっとここで痛いねあれ。ダメージですが、あれ痛いね。もうそこいてらんないんじゃない。もう一回抜こうか、もう一回抜こうか。ないですね。しかもこれまた武藤からシェリフ赤いもらってますね。ライトアーマーシェリフですよ。なるほど、うん、かわいそうやわ武藤が。こんな可愛い顔してサイファーがいるんで。オーマイガー、トキシックスクリーンが起動できないんで B はもうない。 B はない。さあこれでバレました。さあ映画に対してトラップアイを切りながらオンリーワンが突っ込んでくるが、ハルスバックサイドで抑え、そしてフォルトゆっくりゆっくり、ナイス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 、いいねー。抜けの超ライン上げて、ライン上げて、ライン上げて、オッケー。シンプルにやりづらいと思いますよスカーズは。いやーこれはいいセットですね。はい、さあ1ラウンド目はまずはリジェクト、アイスボックスでの独特なオフメタ構成を披露しました。待ってよ、バイヤーこのバイヤーはバイヤー、 今のバイヤーすごいよ。なんだあのバイヤーは。キングウェイ、キング入れないと。キングウェイとんでもワイヤー、あれですね、ロープ伝ってくるやつが引っかかるのワイヤー。あーなるほど。あらららら、潰された。突っ込んでったぞ。ですか。さあギャンピン、ヘブンからうまく後続を抑え込むことには成功。アウトローはあれもう抑え込みました。まあアウトローはワイヤーに切り取られてましたけど、埼玉中の車線組お見事でしたね。ビロンか、やはりちょっと A に対しての成功体験がまだ得られてませんので。赤目、いやアウトローです。引き切った出たー。カスケードでコントロールしていたはずが、さあ A サイト、ビットはこれパイプのところにありましたね。そうですね、上通っていこうとすると引っかかるわけですね。パイプになりますね。カメラがやる。あれ今投げたのどっち。さあヘブン越しの車線、ジャンピンが抑える。そしてハルスもサイトの中で耐える形を取りますが、これバイパーのビットケージ、そっけ、あ、この体ケージ強っ。さあこのバイパーズピット展開はジャンピング行いましたので、一旦セレブ見つけたぞ。スカーズは止まっています。ナイス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 アビリティセットアップが B ロン目だよね多分ね。キングウェイ来てないの分かってるんで、上側に逃げて相手を、あそこのサイバーケージの耐えケージめっちゃいいな。はい、逆転ですね。さあこれで5対4、かなりブライアンが前目での圧力今まで出してきたんですが、すごいね、すごいとこいるぞ。今までのブライアンの動きはフェイクですよ。さあ赤目の動き、さすがに想定外か。アレンが先に押された。いや引き切った、やる。リレーボルトのカバーが手厚い。うまくリレーボルトで相手の高速を許さない。しかもこれアレンが落ちてしまったので、かなり B 攻め難しくなりましたね。ローテもほぼ厳しいですね。中央のポイズンクラウドも落ちてしまいますから、うわーまずいなこれ。ブランを倒して、これ孤立してますよ。イエローこれ孤立するぞ。味方、あうまく壊した。ムットがうまく壊すことで成功。さあ赤間の位置は予想外。いやー後続もしかし転送がうまく武藤先落としたぞ。赤目場外フリック転送 1v1 そしてカバーも間に合っているキャンピン、転送今 1v2 です。立ち回っているが、あと30秒。さあギャンピンそこは冷静、中央もあるんですがイエローの B 面の車線強いですね。まあさすがにじゃないですか。さよし、あ強い。からいきますが、ここはギャンピンしっかりと経過していました。インヒューマンリアクション、
えぐいな、上振り。赤目がちょっとくすぐりましたけれども、やばいですよ今の B メインのフリック。この後よ、この次ですね、はあ、これ人間の反応じゃないですね。強すぎだろ。しかも老戦士ですからね。はい、まあ、どうしても混戦状況になった時にトラップワイヤーでの1キルとかそういったところも効いてますね。さあここでオールドローン。サーバー上エントリーのワイヤーか。ショックワイヤー真上に立ちはだかってます。あのバインド以外で ああいう縦ワイヤー見たのは初めてですね。何やこれ。さあバックサイト、サイファーが言うことは分かった。ここで一旦エルボー前のチョークポイントで止まっていましたが、ハルセ、いや偉いなサイファー、ここ耐え、これで後続が止まってます。いやいいね、ダークも打ち負けてしまった。ファイトがしっかりと耐えれていたのでね、リソースありましたよ。もう残ってるよし。逃げられないぞ。さあここでローテーと匂わせるような動きですが、ハンターシフリー、さあ裏も発見している。さあ画面よく逃げた、一体回避。さあロックダウン、いいロックダウンだね。人数差もあるんで無理してサイト内を守る必要がないのがリジェクトですね。さあこのロックダウンに対してはなすすべがないリジェクト、一旦引きました。さあヘブに対して強気のピーク、よし残念。さあ残ったのは赤目のみ、ファントム敗退となるわ。残弾は8発、よし4人。マジかよ。さあよし見せればよしも見せる、見せましたね。マジで、この地味な強さしてましたよ。2人はまだまあね、分かるとして3人目すごかったですけど、スクリーン前これはまあでももう予想ですね、見てからというよりは。バンダルみたいな暴れ馬にはできないゲートでしたね。B やね。さあ13番の目、もう体でいくんだ。まずは B 面勢いよく突っ込んでいったのは亀。うわー、そのままドライでいった。アビリティはフォートラインのみ。じゃあ3の展開がすごいぞ。突っ込んできてる。ユキダルゴール来た。ギースイトラへの展開力がすごすぎる。一瞬にしてイエローラー、そしてユキダルは前まで取ってきました。さあ B に対してのリテイクで早すぎんだろ。これだけのエリアが取られてるとなると非常に難しいが、スカーズ。うわ落とされた。これでオーソドックスリテイクになります。いた、はい、本人はも動きやすくなりましたね。さあギャンピン、いやちょっといかついっす、それ残り HP は50、そしてハイタイを使って車線を切っていった、ね、まあコーブもありますからね、しっかりとアンダーのチェックも怠りません。さあ体力があるヨッシーはコーブいかつくね、ハイタイの前顔を出す。さあまずいです、さあまずいです、さあまずいです。クワドラキル。さあまずは映画に対してのフォールトライン、しかし手前に対して離婚を投げかけていたことでフォールトラインでの進行は食い止められました。さらにはこのカスケードが落ちたタイミング、マーシャルの車線を通すこともできますからね。さあ赤目はドライピークでイエロー裏に進行、この位置取りはキャリープリーズ、あれ赤目とのワンベイワン、やる、ここは赤目がセンス。あったったった、さあナノスワームの軌道によってこれしわー、ブライアン踏み込んだ、すでにキッチン前まで、いいよー、ヒール上落ちたんで、このギャンピンのポジショニング、おおミッドの窓からまさかのピールしてくるとは、からね、シェリフ強すぎん、スカーズまたしてもいいチルね、行えないリテイクとなりますが、あ、ただルモが落ちてるんでこれリテイク苦しいですね。モクはもうありません。ショックダーツが変に刺さらない、うわーなんか天蔵見た。さあフラッシュ直撃はしているが、ナイス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 ケージ、ナイスケージ、いいケージ、サイバーケージを使って、よーオッケ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 ー、ですが耐えきれません。オッケー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 、さあそしてきましたね、オンリーワンのオペレーター。ただ今のところドライ進行のイメージが強い B 側の方に持っていってしまいましたね。
さあ突っ込んできたよ。うおシンクロナイズドスイミング空中でダブルピークを仕掛けてきた。いいね。抑え込むことに成功しましたが、オペセーブ。オペレーターなので、いやこれは難しいか。まあ、取れたね、このラウンド取れた。オペしばきてー。さあ、画面は HP 残りわずかで、オペ狩りに。セーブだってなって向かいましたが、ミッド進行を抑えていたアロンの前に頼れます。まあ、キルジョイとかでは止まらないセットにはなっちゃいますね。はい、早すぎる A ラッシュ。さあこのラウンドは相場のドローンとかじゃないんだよ。キープには成功。ちょっとスカーズとしても相手のネオンの最速で感の早いラッシュに対して守り方を変えなければいけないですね。思ったよりも深めなところで片方落とせればですけど、まあネオンのスライディングとテールウィンドはプロでも捉えきるの難しいですよ。さあオペレーターを置いてるのは映画はわあ対空オトドラフト対空出ました。そしてオンリーワンそのまま立ち回る。残り HP は8。さあもう早さに突っ込んできてるブライアン。いや殴り勝った抑え込んで一瞬で なんかよくわからんけど殴り勝ってる。いやただスクリーンあるんでどうしても手前で抑え続けないといけないですね。さあブライアンのピークを抑え込んだぞ。そしてロックダウンさあこのロックダウンは効くハルスも言ってるやん。ハルス無理やりボキ取る。ヘブンが下がる。さあニューラルシフトも入るが。スクリーンもなくなったぞ。ムトはここは引き切れていない。ないさあワンバイワンだ。いやカバーは入るか。ハルスしっかりと詰めてきたのが抑える。危ねえ。ものすごい速さで突っ込んできますねこれハイギア。危ねえ。釣れたきゃどうするか。さあ今まで見せていないリシェクトの攻め、いい攻めとなります。あファーストと同じような形で入ってきますね。さあ行きたいも前おっとうーもう後ろバックスライディングバロラントではありえないキャラクター動き何なのこれ。さあこれでディフェンダースポーンに対してほぼ完璧とも言えるクロスが敷かれていますが僕はカスケードで一旦止めた。いいウルトだ。いや完璧に引っ張った。オンリーワンうまく射線を敷けていた。いいナイスカバー。このリテイクは難しい。スポーガー人数多いのかなり見せられてるんで中央にもうエリアってますよね。こっから時間そうですね。スパイクプレイミッド側あかんよハルスがデコリングをかわしながら打ち込みますがこのコーブは無法。どうしようもないぞ一人では。いやとっさのレスリング。なんでだ。非常に広かったんですけれど。はい。ただ設置位置的に中央の中まで見ると感じ見えない。大ねこのラウンド。落としたのがアダンになりましたね。いい判断でしたね。いやでもこれですよね。ちょっとアレンの気持ちとしてはあれ俺気づかれてないのかなみたいな。ちょっと見過ごそうかなと思ったらもうワンピーク目の時点で気づかれてて実はバックスライディング。いやマジでか。ちょっとスカーズごめんなさいリジェクトとしてもいやさあマッチポイントあダブルエントリーシステムだ突っ込んできた。さあ中盤もうすでに吸い抜けています。いいオペいるんだよ なんかもうこれすごいところにオペいないないですよ。スカーズにとってはアドリブ力を問われるかなり打ち合いが展開になっているが。いやそうだよスパイクを落とさせた。いやしかも逃げてる。これで A は今のところはないということになっています。でしかも B メインを抑えられてるんでルモとしてもここで中央無理する必要ないんですよ。スパイクの拾い直しは成功しましたがこのオンリーワンのオペレーターをかいくぐれるか挟み込みにいっているキッチンからと B メインからもう一人捉えたオンリーワン。うわぁ全部崩した。まだあるブライアン前に来たやばすぎるウィーク1に続いてわこれは素晴らしいエースです。 1,2 はまだわかるけど 3,4 のつなげ方おかしいだろマジここですね。もうこの時点で十分な仕事したなって感じなんですよ。何このフリックフリックというか振り向きマジかよいや参った
落としちゃった。オッケー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 。オッケー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 。ジェットに死にしましたね。さあ、壁潰しいっているぞ。バイパースピット決めに来たが、いやでもこれ中央しっかりと爪待ちしてるんです。いいでしょう、最近ですね。いいでしょう、いいでしょう。バイパースピットを間に合わせたスカーゼ。これバイパースピット欲しい、情報取れないですね。ミッドはまだキープできています。ここが広がり直しますが、まあ、ミッド展開かこれ。いやこれ A の手前どこまで、このピットでも弱いな、そんな強いピットではない。情報が足りない。さあ天蔵、3人見た、3人見た、赤目落とせ。うわーまずーい。ヨシの射線でムートとなんてこった。残ったのはギャンピン 1v5 最後のヨシ。うわーまずいな、よう当てるわ。オンリーワンタイムまでこぎつけた。手前リコン。さあこの離婚によってブライヤーは隠れ続けています。ちょっとイエロー側からの音ですからね。今までにはないような前目でプレッシャーをかけるんだよな、キルを狙ったポジション。そうですね、シンプルな右入り。赤目が好戦的になることによってブライヤーをベイトしています。しかもこれイエローの 1A とか上がるとどうしてもイエロー抑えとか引いた位置での抑えを意識してしまうんで、このブライアン読みづらいですね。ブライアンカスケードで射線は切ったが、ブライアンの位置気づけるか。いや、これはやめ、隠れてる隠れてるけど、ブライアンの位置やり過ごされている、やり過ごされていた。さあリレボルト、自分自身にもスタンが入ってしまうが、オッケー、この進化クリア。オッケーオッケーオッケー、まあ削られたけどオッケー。ナイスショP メインの天蔵とします。ワッツ中央ラークのヨシも見られてる。ヨシのラーク一人はもぎ取りましたが、怖いヨシ。フォールトラインでのカバーも入り、ポジショニングが取れない。しかも A 側サイファーなんで、もう B 側の人数に寄せ方すごいですね。 B3 となります。さあ、あれムートを倒して頼むよ、頼むよ、もう一人頼む。そこでブライアンも残り1秒わずか。これ接触からいけないぞ。HP は16通した。さあ裏から挟み込みに行きます。ハルセブライアンエリアキープ大事ですね。やられないように味方が到着するのを待ちたい。先に後部に入ったが、すでにメイン裏を取られている。ルモ、いや立ち位置がもうポジションがない。つねーさあリジェクト、これで13点目取ります。いやもう今日リジェクトこういうシーンマジ多い。よし、これはもう取れるかもしれんぞみたいなとこからひっくり返されるみたいな、マジで多い。ちゃんとせえよ。はい、13対12、ここでも早い仕掛け。なんとかルモをダメージを負いながらも引くことに成功。ちょっと B 側の動きを警戒しますが、まあ落としたかったね今の。中央のヨシ情報取りますね。 B メインをコントロールした後の A ローテという形になりますが、ヨシが中部から音を聞いていたことで、これはいい形じゃないか。ローテが発生していることは概ね終えています。どうでしょうね、ポイズンクラウドのせいでどっちに行ったのかまでは掴めていない可能性が高いですね。見れるか、左左左左左、うおー入ったタイミング、反応したんですが、くねー、すでにエンサイト取られてますね。さあ、エナがなだれ込まれています。直達人数差もリジェクトが優勢。設置が通り、オッケー、リテイクを仕掛けにかかるスカーツ。裏はワイヤーあるよ、大丈夫よ。さあ、リコンを構える。しかしリコンと合わせてアフターショック。いいアフショー。さあ、トライヤーアンダーレタルか。まあ被弾しながらも、あれゆっくり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 、しかしヘブンの打ち合いがことごとくリジェクト制してるが、ルーも2人カット、後部を構えて展開。そこで後部は打たせ切ったが、待て待て待て、敗退とか折れてる。よし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 、オッケー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 。いや9点5割ブラフ、9点5割。まあ構成はバインドに至っては変えないんじゃないですかね。いやでも今日やっぱりこのスカーゼに向けて変えてきました。あのフェードになりました。武藤のフィニッシュ枠が変わりました。ハルスサイファーになったってことはダブコンじゃないな、これ。これはこれワンコンですね。ハルスが今までバイパーやってたんで
俺ダブルデイリスト、うわー、ヨルジェット。まあ赤目夜ではなかったんでブラフだったということで、ここは一本。まあバインド夜は許そう。まあ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 いいでしょう。まあなんか弱そう、この構成。なんか弱そう。大丈夫かこれ。なんかレイズいないだけでなんかこう弱そうに見えるの。さあまずアタッカーのスカーズ、B ロングのコントロールを図ります。まあ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 。向かうのは。よし、そして天蔵の2人、手前からのフラッシュ勝負で B ロングのエリアを取り切りましたね。ただ窓は押さえているので浴場の光線大切ですよ。これシャワー前はハルスとそしてチェンバー使ってるオンリーワンが一回お互い視認しましたね。浴場のエリアも B ロングのエリアも取られてるんで今のところ状況よりはスカーズにあります。めちゃくちゃ強気や。 B ショットをブライアンがクリアリングしているんでB 側に行くとこのブライアンいいぞ。左からのキル発生がありそうですね。フッカー前こう詰めてきたところはアレン気づいた。でバイパーがあそこ見てるってことは結構これ B 中は濃いけどエルボー、そしてシャワー取ってんのエッチだね。取っていますがどうする、入るか。どっちもいけそうな。60メリは取れてるんですが、しっかりとこの A 側には2名。いい射線だハルス。トリプル裏から戦利より。いいね、いい足止め。残り30秒。B ショートにで木2個使ってる、犬も使ってる、ルンバも使ってた。鳥1個しかない。これ来るだけ。ワイヤー引っかかるよこれ。はいはい。よしをしっかりと落として。とんでもいますと。人数3人に削られた状態での B 中へのエントリーですが、いやこれだけでも2人いると。サルモ。ここからよ。行ってもいい。立っていい。うまくこの最短が突っ込んだけど、ね、倒したが、これは球も切れていました。よしここやで、エコね。さあラウンドアンチエコ取ろうね。今回はワイヤーの位置取り。赤目。A ショートとシャワー。赤目ですね。なるほど。まずはワイヤーを切りながら前に行きますが、ダンス前守っていたギャンピン。ナイス。2人落とした。さあこのカメラで2人目の情報もルモの位置までは取れていないか。ただ浴場のエリアは取れてるんで勝負しやすい状況にありますね。さあここでブラインドサイド、さあトリプルラ1個仕掛けて、おおブラ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 、しっかりとカバー取りますね。取れてるエリアが非常に狭い。ランプのみですね今。さあオンリーワン前に行く。いやたんた怖いね。しかしムート視線を切った瞬間ルモが頭に、おお濡れた。さあこれでえガチか、赤目ガチ行くのか、赤目赤目ガチで行った。マジか、怖え。味方で味方が目の前にやられていたんですが、おめえ心臓強いな。まあ、確かにあのサイト裏の設定って、いや怖えなジャンプリーグだと見えないんですよ、はい、でしかも武器拾えてるわけではないんで武器振り状態で相手側からピークしてこないだろうと。いや何なんこの右振り、やばすぎだろ。もうこのハルスが打ち負けた時点でカバーキル狙ってるんであればこのガチ会場通るという意味でしたかね。今回もシャワーのコントロールを先に行いますが、インテンリーを返して一旦足を止めてるのがギャンピン。デコイです、デコイ通ります。 A ショートに関してはオペレーターを置き続けて B ロングもサイファーのワイヤーで情報を取れているんで、いい感じに張れてるね。今度は今まで違って A 側に人数をかけ続けれるそんな状態になってます。かなり武藤としても寄りやすいですね。さあこの展開で降りない、引かない、赤目は引かない。トレイルブレイザーでも検知されていないと踏んだ。いや引かない。赤目のポジションは一旦ガイデングライトで潰す。うわ赤目屋上勝負。おお、さあヨッシーも嫌な予感を感じ取ったようです。おお、しかし天蔵がうまくピークした瞬間をさばいたのが赤目。前目よく一人持っていけました。すごいな、いけないポジションでしたけど。そしてオービタルストライクを使ってランプを潰した。潰してこのラウンド獲得することができるでしょうか。設置どうよ、まだ設置に至っていないが、
設置を頼りに突っ込んできた。キャッピー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 の打ち合いも敗れた。よし、しかもこれさあ、右側の選択肢もあるんでちょっと寄り切らない。いや、ブライアン足速いわ。何やってんぞ。いや、最高だお前。足を止めることは許されない。残り時間がない。いやー、これはもう設置間に合わないですね。落ちてしまった。うわー、うまい。このラウンドもリジェクトの勝利。ブライアン足が速い。違うね、よし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 。あのまま膠着状態になって映画設置したとしても、はい、人数フリー使う背負ってますし、あとはディメンショナルドリフトもあったのでね。そう考えると、あのギャンピンがスモークなんか突っ込んでかき回されたというのは、1キル取れたからよかったけどね。ちょっとスカーズにとっても嫌でしたね。予想外だったでしょうね。気をつけていきますね。さあ、赤目強気のポジショニングでしたが、おブライアン、ここでヨッシーを落としてるのがブライアン。おお、後続のアレン進行も抑えた。いいね、ワイヤーかかってる。かかってしまっています。さあ、なんとか天蔵スティンガーを使って赤目落とすが、ポケットの中から出られない。うまっ。さあ9対2。素晴らしい素晴らしい、最高最高最高、完璧です。いいじゃん。まずはこのゲートクラッシュでのワンピック、その後テールウィンドウを使って違う車線からのワンピック、人数入りを作るのがうまいですね。これで1キル取れるのやばいだろ。うまい。ロングを主体で来るだろうと。2回目の OD ぐらいからちょっと頭痛なってきてんねん、こっちは。そしてファウンテン前から走り込んでいく。注意して、いや、フラッシュもありますからね。赤目のシェリー強いんじゃ。出すぎじゃ。後続抑えたか。よし、お前うまくチームメイトのトレードに繋げていった。お前ら、あれも抑え込む。これで残ったのはブライアンのみ。おい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 、スパイクはキープできる位置ではないんですけれども、一旦合流を優先しましたね。フラッシュの音で釣ろうとしているんですけれども、もう完璧にスタートとしては決めきっていますね。もう A に来たらリテイク、 B 側に来るんであれば A 行け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 。さあ、まだ罠が、これまだまだされてことかまだ行けないか。さあ、罠を壊した。よし、設置を終えた瞬間に罠が壊れたことを受けて、まあ、罠壊れてるの、まあ、罠反応してないっていうのは結構でかいっていう風になるので、はい、情報か。 1V1 を2回繰り返すポジショニングが大切。かすめ取れかすめ取れから勝負するしかないですね。いいよ。さあ、ブライアンフィジカル見せろ。ユリアングル、ユリアングル、レッツゴー。まさかの 1V2 クラッチ。まあ、ただ、まあ、このちょっと B ロンは相手の返しが強かったな。この2キルやばすぎやろ。すぐさま落とされないためにね、アレンも空中飛んですぐにカバー取れるようにオンリーワンも後ろに控えていたんですけれども、うんうん、お見事な体の出し方でしたね。A3、うん、しかもシャワーに対して力強く当たっていくんです。さあ、フラッシュ TP、 ポーンとナイス、うまいですね。シドリはナイスフェイク TP。 今の動きって夜のセットで奥側に飛んでくるようなセットがあるんですけど、それをフェイクにして打ちさせましたね。打たせた、でかい。そう、2番でかい。オペレーターの銃声、でかい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 、かなりでかい。まあ、ただこっからまたスローペース。ムトがここでナイトフォールを上げたので、このアビリティセット、ナイスウルトオブ、いいものですね。さあ、こっからよ、こっからよ、こっからよ。どこにいるか分かった。さあ、ここでニューラルセフト。いや、もうこれ B が 5B バイパスピット。それはでも入ってくんじゃない。さあ、赤目の進行はまずいな、食い止めた。あれ、あれ、一人だね。まずいな、これ。まずい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 。さあ、相手の打ち込みは確認している。アーレン、HP は79残っています。バイパースピットのタイミングよ。キープできているアレン、あと30秒。これは大きい。赤目がやれてればな、これまずいな。なんか追い上げられてんな、これは。おかしいな、なんかです、ね、アレン、なんかがおかしいな、これな。窓から1がバレて、とっさに打ったバイパースピットではあるんですけれども、展開直後一番狙われるところをもうまさに狙いに行った、はい、そんな赤目をよく抑えました。
もうスカーズとしてもあのバイパースピットが落とされたらかなり苦しい展開ではあったんですけれども、その後来る 2人目3人目と。さあこのラウンドは調整バイです。いいよ、リジェクト下げさせて、スライドフォースはかいくぐった、下げさせて、その中に流れ込んでいった。ただこれ設置はどうするか。さあね、サイバーケージの中に入り込むことで成功。いい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 立ち丸が、そうよし、迫るがハルスバーサス、よしよし、見た位置は分かっている、スパイカメラを設置してピンを刺す。うわ強気、引かない、これで10対11、追いついてきている。なんで1周目優に70ラウンド以上は試合してますね。ちょっと待って、なんでだよ、なんでだよ。いやしかし赤目も結構ちょっとテンパり気味なピークしてたな、今この相手の大部分が密集してるランプに対してしっかりと人数をかけたことによって、さあ22ラウンド目ここを取ればスカーズついにスコアタイとなります。さあ今回またしても A ショートラッシュ、いやもうちょっとスカーごめんなさい、リジェクトとしてもラッシュで行くしかないというような、いいね。さあ本当に引っかかったがアレンなんとかしのいでる、いいね。しかしブライアンがバックサイド突っ込んできた。おー、相手が浴場を抑えてくるんであればサイトラまで抑えに行こうという判断ですね。もう浴場のエリア明け渡してます。そうですね、木焚いてますからね。はい、 GT 木ナイス、シャワー3人、これは通常のセットとは異なる形を取ってきましたが、リテイクルートはシャワーからまず来て、誰が受ける誰が受ける誰が受ける、突っ込んできたショート、うわーブリンク切って、それはブライアンナイスワンだけど、ワンピック執念を見せた。いやこれ浴場周り間に合うか、スリーベースリームートのポジション間に合うか、これキャンピン2人持ってたが、ムート張り直している、ホント投げた、一応バレている、リロード時間まだある、冷静にリロードしながら、どうだ、よしているよし、これで12対10、ウルトいいよ、ウルトいいよ、ウルトいいよ、回ったとしてもしっかりと正面時間稼ぐことができていましたね。ウルトいいよ、ウルトいいよ、いやじゃあここもな、赤目落ち着いてたらブリンクね、避けれたはずやのに、ね、両チームとも本当に長い期間戦ってきてるんで、相手に対してのこの回答という部分でかなり苦しんでる様子も攻めから伺えますね。しつこく、さあマッチポイント、ここでナイトホール、もうラッシュ A ショートラッシュ3回目、しかしここでディメンションドリフト、さあ位置を報告してるぞブライアン、そのまま出現ですかね、これ浴場取られてるんでめっちゃ難しいですよ。ハルスいいよ、ハルスいいよ、キーパーしているがプラントを聞いて、よし仕掛ける、ハルス今行った、シーズン入ってきた、ハルス上げた、ライン上げた、ナイスナイスナイス、天蔵でかい挟まれてしまった、焦って B 側のワープには行かずに浴場側を潰していった。おさあ前行った、素晴らしい、しかしハルスお前天才だ、よしにもうまく対応、浴場をキープできるんであればかなり選択肢は広がりますけれど、僕がないんだよね、アレンが思い切ってプッシュしてますね、トラップ、まあ、アレンのプッシュは大丈夫、ちょっと A 側からのワープという選択肢がないんで A2 貼り付けますね。 3v5 の状況です。アレンワイヤーを切ればこれでサイト2が分かっている、ちょっとこれはリジェクトが動かざるを得ない、サイト2と分かった瞬間、ナイスピーク、サルモ人数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 1回目落としきる、よしよしよし、これはいったやろ、さすがにいったやろ、これはオッケー、プネー